何番やった？70番です。85番俺。多かねえ今日。今日やるかな？ああ、いや全然やってくれる可能性はあるでしょうね。でもとりあえず北斗モンキーから当たり見つからんかったら、まあ他の台も入っとらんやろけんね。狙いどころの北斗モンキー座れもんね。ダークホース行ってよか？もう俺。ダークホース？いや一応今日演者の人来とってさ、はい、まあアニメ推しなわけやん。やけんまあちょっと古いけど。え、これじゃないっすよね、さすがに。いやいや、2位多分取れんけん。いや、リゼロ入るかなと思ったらさ、俺。あー、なるほど、ね。取れんかな？いや、取れんやろうな。取れるか？あるけど、怖いのが、これ。サミーポップみたいな時は、はい、まあ、ギアスのシーツも朝からトロフィー出たって言ったやろ。そうですね。この前は、マジで強かったっすね。なんなら、6?の配分はマジ多かったっす。ああ入ってからしか考えれんね。いや今北斗とモンキーの狙い考えたけど、あ、いやもういいかってなったもんね、うん、俺も今日しっかり狙い台ブエーって出しよったけど、バタってなったもん。とりあえず入ってから考えますか。一旦抑えてから考える。あ、抑えてからね、うん、あ、はい、埋まり具合とかね。ああ、まあ、まあ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 そうですね。確かに。じゃあ行きましょう。はい、 OK です。おお、いや、正直この萌え台が好きとか、ああ、まあ、こいつはあんま関係ないですけど、前回もね結構良さそうなやつあったんですよ。だから思ったより北斗ガラガラやったね。あ、北斗、いやでも俺北斗もあったんですよ。ああ、狙い台のところ取られとってから。あ、取られとった。まあ北斗は別、正直後回しでもいけるかなと思ったけど、まあ俺一応狙いが1個と2個飛ばしぐらいであったけ、うん、その間の隣のあまりそこまでへこんでないやつ、うん、取られてから。あ、カスタムあるかもしれんけどさ、とりあえず朝座っときたいな。まあこっち状況見ながら、まあ北斗も並びとか全員あったら多分回数っていうか結構ありやすかと思って。トロフィーとかカスタムは見とくけん俺。あ、オッケー、とりあえず。ありがとうございました。
道を私たちと共に歩みましょう。
はい、ということでね、まあまだ開店してから少ししか経ってないんですけど、ちょっと今日人がだいぶ多いですね。皆さん分かってると思うんですけど、自分が、トラブル、そしてカズさんが北斗の方に向かいましたね。自分の方が番号早くて、まあ北斗のコーナーを一応回ったんですけど、狙い台が全部座られてたんですよね。最近ちょっと癖ある入れ方してきてるんで、まあ全然北斗別のところ行っても可能性あるなって思ったんですけど、まあ一番狙いのところに前回もしっかり入ってたんで、だからちょっと北斗のコーナーはスルーして、スマスロの方のコーナーも全滅。まあ一応トラブルががっつり狙いっていうわけではなかったんですけど、まあ最近結構対象として設定入ってる状況が多いんで、トラブル今回狙ってみようかなと思って座りました。まあまだ時間少ししか経ってないんですけど、まあ初当たり自体がね、もう3回かな取れてるんで、まあ状況的にはまだ悪くないのかなと思います。トラブルもね、マジで設定判別ガチで難しいと思ってるんで、俺しっかりとした数値のやつがまだちょっと不明確っていうか、あんまり世に出回ってない感じなんで、まあ今のところまあ250ゲームの当選率、150ゲーム450ゲームのゲーム数当選が見れた時点で、結構下を省けるっていうくらいいい要素、まあそこに詰まってるのかなって。まあ、自分もね、まだ少しかじったくらいなんで、マジで全然わかんないですけど、他の台もね、画面とか見てるんですけど、高設定差とか出てたり、まあ1台ね、250ゲームの全長ステージのところで当たってたんで、まあそこも少し気になるんで、全あったらマジでいい。まあそこで、まあちょっと押し引きうまくやっていこうかなと思います。再び実戦の方に戻りたいと思います。いきます。
どうですかトラブル。わかりません。いやトラブルってマジむずいじゃないですか判別。まあなんか650度は絶対超えちゃいけんみたいな感じは聞くけどね。150と450の前兆とか来てくれればマジカチカチやなってなるんですけど。めったに混んでやろそれ。いや俺この店さ最近来てなくて、はい、お前がこの前来とったやん。はい。その時さ結構入っとったとやろ。まあ配分が高めっていうよりは結構メリハリ。がそったような感じでしたね。上がもう5、6みたいな感じやろ。あ、そうです、そうです。いや、俺、がっつりした狙いどころじゃなかったけど、はい、まあ、隣が狙い台で、お前並びで入っとったって言ったやん。はい。隣に座って。隣朝一筋トロ出たしさ。あ、そうなんすか。狙い台がね。あ、はい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 、はい。でまあ、俺の台は、朝一からジャックスイカで当たって、並んどるって聞いたけんのこれってなったけど、よくよく考えてみたら、朝一筋って、あんま用なんかよね。このお店の状況的にさ、まあそうっすね。結構当たり台って結構深いとこにカスタムされてるやん、うん、で朝一あんまカスタムせんやん、うん、朝一答え分かったらそれしか動かんけんさ。まあまあそうっすね。それを朝一今日カスタムされてしかもなおかつ金ってことはさちょっとヤバい雰囲気は感じてる。あーモード移行はいいとけど共通ベルがマジ落ちる。5、6が多いかって言われたら今のところつってなそうな感じはする。まあさすがにもうちょいどうかな。なんか結構並びで入ってその雰囲気はあるけん。あ全然いいと思います。この判断は考えるかな。あとは夕暮れ具次第で押し引きする。この判断は任せます。
はい、ということで北斗を辞めました。辞めた理由としては立ち上がりかなり良くて、通常弱スイカ、天国弱スイカ、天国弱スイカとかなりモード移行が良くて、まあいい挙動だったんですが、いかんせんちょっと共通ベルが手応えがないと。まあ全体的に北斗の島見た時に、まあちょっと語録少ないんかなっていう雰囲気があって、別の箇所に当たりっぽい台があると。まあ結構北斗の設定使ってるんですけど、3000、4000ゲーム付近でまあカスタムされていることが多くて、北斗の配分が高い時って、まあやっぱ全体的に当たり台がもうほぼ5、6みたいな感じなんで最近。今日見た時には4っぽい台が多いかなと。まあ、狙い台が朝一金トロフィーと。あんま朝カスっていうよりかは結構深めのとこでカスタムされていることが多くて、まあそれを見た時点ちょっとね、やる気なくなりました。まあ、朝一カスタムしてるっていうことも、俺的には、マイナスな状況やし、それが金やったっていうことで、まあ、完全に、まあ、見せ台、自分の台も、まあ、正直はっきり分かってはいないんですけど、やっぱ一番の決め手は、冷遇に飛んでしまったと。語録が少なそうな状況で、ね、なおかつ冷遇、挙動もね、微妙な感じになってきたというところで、一旦やめようかなと。もし入ってる時は、3000、4000でカスタムされてることも多いんで、僕は一旦、ちょっと剣に回りたいなと。カエナは正直厳しそうな状況ではあるんですけど、まあ、クロちゃんがバッパシやってくれてるんで、期待値ある台打てたらいいなっていう感じで、一旦剣に回りたいなと思います。
認していい？はい。今日乗り打ちっすよね。いや、きつ。今何枚ぐらいだった？今3000枚ちょっとくらいかな。助かるで。僕とやめてから何もすることないね。腹減った。やりましょうか。ネギ明太を一つと、はい、ノーマル一つ。あとネギソースを一つと唐揚げを二つ。どれ？どっちにしろクロちゃんから回収するね。トラブルの分は。
周りどう？いやトロブル1台ちょっと良さそうなやつ買ったんすけど結構悪くなったんすけどね。でやめられて、俺が今撃ちるやつが狙い台 で今当たってるんですよね。しっかり狙い台に入ってそうな感じするけどね。まあ実際北斗とかも結構狙い台のところは当たってるやないですか。まあそのままちょっと撃っとるって感じっすね。今で寄ったやろな。あ、そうです、手寄るっす、手寄るっす。今何枚ぐらい？4000枚くらいは行っとるっすね。4000何百トラブル素顔出らんやろ、あれ。正直これ僕が割ったやつないもんね。分からんよ、データだけじゃ分からん機種も多いけど、番長は並んで3台ぐらい直撃しとったけど、あ、常連の人粘りよったけど、どうやろね。いや、分からんっすね。とてもじゃないけど、ボロケが並んでるようには見えんかった。いや、てかさ、今日はアニメ推しの演者の人来とるけどさ、はい、アニメ機種やって見よるさ、お前の列さ、アニメ機種しかなくない？トラブル、ボーフリー、うん、まあ、ギアスとか、トワル、トワル、カムイ、カムイ、エウレカ、エウレカはまあちょっとあれやけど、まあ、あと乙女とか、俺のオールレス、黄金ロードやけど、いや、黄金ロードではあるけど、やっぱね、ちょっとあんま雰囲気は感じられる。うん、まあ、俺はもうちょっと、設定に合いは、ちょっとさすがに手出しきらんけん、ちょっと剣するわ、えなしつつ。まあまあ、俺も今の出玉がどうなるかは分かんないんで、まあ、それ打ちながら、周りの状況を見つつ打っていこうかなって感じですかね。もう閉店まで出してもらってよかよ。いや、もう閉店までしたらもうコンプリートいっとるよ。ということで朝一の北斗をやめてもうガチガチに剣に回ってます。今日ちょっと配分少ないんじゃないかと、ちょっとタイミングが悪かったね。クロちゃんがまだトラブル打ってるっていうところで、まあ打ちながらこう周りの状況を見てもらえるんで、まあその状況次第で、まあ、どうしようかというのを考えば、まあ自分はこの店舗だけではなくて他の店舗を見に行ったりとかそういうことまで考えないといけないなと。ちょっときつい展開ではあるんですが、一応今回今日2人なんでクロちゃんが打ってる間に、あ、俺も何かしら貢献をしたいなと思います。
ぶっちゃけて言っていいですか。あの、わからんっす。確定出てらんとやろ。出てないっす。まあ、今回狙ったのも、他の台の反応も見て、打つって、まあ、ある程度決めとってから、まあ、狙い台は当たりよったわけじゃないですか。で、他のとこも反応しよったけんが、打ってみるかっていう感じで。最近のメイン機種で言ったら、まあ、北斗モンキーやん。北斗モンキーが結構渋そうやもんね。まあ、しっかりゴロ、おるかなっていう感じかなと思ったんですけど、とね、やっぱその、筋トロがあったじゃないですか。それもあって、マジでちょっと4号が見えとるんですよ。他の人とかも、まあいろいろ打ってたりしてたんですけど、まあ結構粘ってたりしてた人もいたんで、で、まあ実際、まあ4号とかも出てるわけじゃないですか。粘ってみたっていう感はあったんですけど。もうやめてよ、ガジャ。え、だってさ、北斗にさ、5、6って、まあ今、わからんよ、入ってるかもしれんけど、あんま使ってそうな雰囲気ないで、トラブルにアロビ入れとこってはならんやろ。マジで、これはやらかし。やらかしではないよね。狙いとこ座れとるし、今日アニメ推しってのがあってね。いや、そんな雰囲気はあるけどね。次の当たりでやめようかなって感じですね。やめてやろ、俺もすることないし、あかりや、今日は。あ、もし、もうタイムカード切っとってよかよ。タイムカード切っとく。最後の最後にね、とんでもないお宝見つけるかもしれない、うん、その可能性も全然なくはないんで、まあ、ちょっと1本触ってからやめようかなと思います。ちょっと予定より遅くなったけど、うん、実践終了っす。久しぶりの演者さん来店やったやん。はい。で、特備かぶり。まあ、ちょっと期待しすぎた部分はあった、俺は。で、最近結構6使いよるって聞いたけどさ、はい、なおさら期待して、食べれるやったね。まあでもやっぱパチアもさ、そんなずっと出せるわけじゃないけん。うん、まあ、やっぱタイミングってところあるやん。はい。やる時期とやらん時期。で、やる時期にどんだけ来れるか。強くて人が少ない日にどんだけいけるか。まあ、俺は前回のね、うん、頑張りを、まあ、見たので、うん、その前からもちょっとちょくちょく話は聞いてたんで、うん、僕が入ってると。まあ、だから今日結構期待はしてました、ね。
まあ俺も最近こうスマスロになって思うのが、はい、負ける人の特徴って設定狙いで結構暴れてしまうっていうのが負ける人やと思うんよ。まあ俺今日失敗が一つあって、あの狙い台あったやん何台か。でも俺抽選がもうほぼクソ版で、行きたいところまあ狙い台に座れんかったけど、狙い台じゃないけど、まあ前回並びで入ってそうやったって言ったけん、狙い台の隣に座ったわけよ。うん、まあ、それはちょっとミスったかなと。やっぱ狙い台じゃないところに座ると、入ってないよね、やっぱ。で、まあ、それ座らずに朝が傷物語のリセットも空いとったけん、まあ、それからスタートしてよかったから、みたいな。まあ、ちょっと、そこの押し引きって難しいですよね、うん、やっぱり。まあ、自分たちの中ではね、やっぱりそういう事前情報っていうか、うん、まあ、しっかり入ってきとるんで、まあ、それやったら、まあ、それに基づいた傾向でっていう意味で、まあ、自分たちもそういう風に狙い台つけていくわけやけんが。と、うん、いうことで。難しいっすよ。難しいね。今のスマスロは本当に、うん、そこの押し引きは本当に。そんな、1、2時間でその違和感に気づけた僕たちの終始いきますか。はい。暗いけどね。1、2時間でその違和感に気づけとったのにもう真っ暗やけん。違和感には1、2時間で気づいたけど、帰るとき気づいたらより。俺は、総合的な収支がマイナスの665枚、はい、自分が、トラブルでプラスの2980枚と、まあ、2人で2324枚とプラスと。夏は終わったけどさ、たまにはこういうボーナスあっていいと思うよ。これ早く借りとけばもっとよかったけどね。まあ期待値を追い求めてる人ってやっぱその先に、まあ、時給っていうので意識してる人が多いわけじゃないですか。まあ、それ加味したらね、やっぱり俺らとんでもないことをね、まあ、しとるわけなんで、まあ、早めにその1時間で気づけとけばリスクも最小限に抑えれるっていうので、お店の変化とかそういう状況の環境の変化とかに、まあ、いち早くねどうやって気づけるのかっていうのが大事かなって思いますね。今回伝えたかったのは、まあ、そういう感じだということで、はい、まあ、次の実践動画もね、やっていくボーナスを狙って真剣に稼働していきたいと思いますので、はい、今後ともご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今回の動画以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。